えー、こんにちは黒田和ですす今日もごご視聴ありがとうございます、えー、僕はですね絵画を見るのが非常に大好きなので美術館が来るといろいろ見に行くんですけどキュビズムについて今日はお話ししたいと思うんですね。でキュビズムっていうので何でこれジャズと関係あるかというとジャズの要はビバップの関係とこうキュビズムができていく様っていうのがまあ勉強してるとめちゃくちゃ似てるなって思ったんでこれ僕公演でもやったことが何回かあるんですけど、えー、こういったお話をしていきたいと思いますねでまずはですね。 キュビズムっていうのはいきなりピカソがね、えー、やったって結構、まあ、突然変異で出てきたと思いがちなんですがこれは別にセザンヌからこう受け継がれてできていくこう手法になるんですねで。そこの話をしたいんですが、 あのちょうどこうパリのアメリカ人をお話しした時にパリオのアメリカ人の映画でですねあそのタッチセザンヌのタッチセザンヌがやってることだとか、えー、これはピカソがやってることだっていう話が出てくるんで、えー、その時にあこれちょっと取り上げたいなと思って今日は取り上げてみました。 セザンヌっていう人はですね現代アートの父っていうんですがこれどういう意味かというとですね今までそのこれまでの画家っていうのは何を考えているかというとですね要は聖書ととかかのの物語性性象徴性的なものを描いてるんですねだからこう、えー、いわゆるヴィーナスを描いたりとか物語の中の一部分を切り取ったような状態っていうのをやっぱりこう皆さんはこう 精神性として考えてそれをこう絵画にするっていう考え方をしてるんですが彼はですね色彩の美しさそういったものもえいわゆるその物語性とかそういったものはなくても色彩が美しければいいじゃないかみたいなそういうこうなんかそのそういったことと全然違う考え方をし始めるわけですねだからもう今の現代アートのいわゆるこう えこう線だけとかこうクシャクシャクシャってなったやつとかまあそれのもう原型になるわけです。で彼は全てのものっていうのはえと球体と円錐と円柱の合成でできるっていうふうに考えてるわけですよ。まさにこうデザインみたいなな感じなんで,すねでそのマティスっていうのはまあもちろんセザンヌが大好きなんですけどこうえ面の抽象化っていってこういわゆるその空,の空を描いたとすると。 青ででベタ塗りすする人って,画家ってあんまいいないわけですよ普通はね上手に描こうと思うと全部こう色がちょっと,ちょっとずつこう色彩が変化してるんですけどもうベタって塗っちゃうみたいにはもうこれは本当にいわゆるそのデザインみたいにしてしまうっていう考え方をしてるわけですね後で見ていきますけど。でピカソはそれを合体させたって考えるとあキュビズムってこうやってできてるんだっていうのが分かるとちょっと面白いかもしれないというお話ですね。 まず、ポルセザンヌっていうのはですね、こう、ものすごくね、山をたくさん描いてるんですよ。で、彼は、あの、裏山のセント・ビクトアルさんっていうのをよく描いてるのと、あと、リンゴと、あと、奥さんをめちゃくちゃ描くんですね。で、その、こう、デッサンにめちゃくちゃ時間かけるわけですよ。で、リンゴをこう見て、こうやってデッサンしてるでしょ。そうすると、リンゴをこっから見たい、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 こっから見たいっていうのを、全部の、こう、やつをこう、 キャンバスの中に押し込んでみると面白い色彩が面白い立体感が出るんじゃないかっていう新しい手法を考えるわけですよ。でこれ有名なね、赤いッキの男の子なんですけど、手長いでしょこれだからこう、いろんな角度から見て、こう、彼なりのこう、これなんですよ、みたいな。これが本当の絵だっていう人もすごくいますしね。で、これ、これに関してはですね、よくこれ、こういう場合生で見てるんですけど、これね、こうやってよく見ると、 わかるんですけど、なんかねこれ見るとね立体感がこうおおってなるんですね。これ真横から見た感じです。これ真上から見た感じでしょ。だからいろんな角度から見たところのこう色彩をこういう風うに、えー、こう中にギュッと入れる。そうするとこううまくいかないのでぐちゃぐちゃってなってしまうんで、こう要はいわゆる図面がこうずれてしまうんで、彼はすごい布を使ってごまかすんですね。 これは、あの、意図的らしいんですね。布を使って、そう配置して、その中をギューッとこう押し込む。彼はデッサンするときにリンゴが腐るまでデッサンしたって言われるんですね。奥さんに、え奥さんがですね、いろいろこう、動くと、お前リンゴが来ないぞって言ったらしいんですけど、いやいや、あの、リンゴが腐るぐらいなのにずっと奥さん止まってるわけないでしょって思うんですけど、まあそういった感じの人だったそうですね。これは本当にあの、 視点がこう、ぐーっとこう、何て言うんですかねあ、ここ見て、ここ見て、ここ見てみたいなこう流れがあるので、なんかこう、何度も何度も見たくなるような絵ではあるんですけど、こういうことをした人なんですね。で、こう、あっちこっちの角度から見たものをキャンバスの中に押し込んでるって考えると、あなるほどなと思えると。まあ、まあ、思わない人もいると思うんですけど、このマーティスっていうのはこれ、ほら、 さっっっき言たたみたいなこう面の抽象化ってすするわけですねそうするとこう今までのこう絵画のいわゆるその,あの古いバロック時代の絵画とかに比べたらこういかに立体的に描くかっていうのなんですけどベタベタに塗っちゃうみたいなともすると子どもの絵なんじゃないかなと思うんですがそういう,こう色彩をいかに美しく色をこう配置してこう要はものを描いていくかみたいな感じですねこれに至ってはですねもう完全にベタ塗りじゃないですか。こういう一つのこううういつの シルエットをこう表現したっていうことなんですね。しかもこの手の大きさとかも違うしもう完全にこれはもうセザンヌの影響を受けてますよね。こういったやり方が合体するとこうこれはね演奏してる人の絵なんですけどおまさにこうあっちこっちから見たのを面で切り取ったやつをベタベタベタって押し込んでる感じになるわけですよ。で、その色彩がいかにこう 色彩の感覚のバランス感覚がいかにいいかっていうこところでやっていくってことですね。これなんかもうまさにそうでしょ。で、この、この、こういう白い色とか、こういう,こう色彩をいかにこう、えー、うまくこう、はめ込んで、いかにこの立体的に見えて、こう、奥行きを感じさせるかっていうことを考えてるわけですね。もうこのピカソの絵とかですね、やっぱりこう、美術館行くとですね、パーって遠くから見ても、うわーってこう、 思ううぐらいい飛び出てくるというかそういう印象がするんですかそういったこういわゆるこうなんか物語を何かをこうやるっていうんではなくて物語性を何たかんたらかんたらではなくていかに色彩が美しいかというふうなことを考えるわけですねもう現代アートの流れのまさにこう流れだと思うんですねでまずはビバップっていうのはですねこ詳細欄に貼り付けておいたんですけどえー、こう いわゆるその最初にこう、もともとアドリブをやっていくのに、もともと原曲のメロディーがあるんですけど、そのメロディーすらこう分解して、こう、音を跳躍させて、同じコード進行なのに、同じハーモニーなのに違う曲になってるっていう、そういうこう、 のがあるんですね。だから同じ曲ね元曲があるんですけどドナリーの元曲っていうのがバックホームアゲンインディアナっていう曲があるんですがこれをまあルイ・アーム・トロンがやってる演奏を聴いてもらってその後ドナリーっていうのを聴いてもらうとですね同じ同じコード進行で僕らからすると同じ曲なんですけど全然違って聞こえますよ普通に立体的に現なんかこう要は物語性があるものを一回分解して全然物語がなくていかに 音列が美しいかっていうことを考えてるっていうので、これがチャーリー・パーカーやり始め。だからチャーリー・パーカーは、えー、要はモダン・ジャズの父と言われてるわけなんですね。要はそういうことをこう、こういう考え方を完全にこう破壊したというやり方なんですけど、これが非常に、えー、こういうキュビズムっていうのを勉強した時に自分は感じたことだったので、えー、今回はビデオでまとめてみました。ぜひいろいろ見てみていただけると、なんかこう、感じるものがあるかなと思います。うん 本日は以上でございます、えー。今日もご視聴最後までありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。 ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは、今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。